キリルのシェルターで話を聞くにつれ、ノボシビルスクメトロでの生活を思い描けるようになってきた。それはかつて私がモスクワで慣れ親しんだ生活に近く感じた。民間人が普通の暮らしを営み、力や能力を持つ者がこの世界の危険から民間人を守る。時には誰もが称賛する英雄として戦うが、大抵は偏僻な場所であくせく働くだけだ。メトロの生命線であるシステムを蝕むスライムや虫どもを焼き払ったりしてな。唯一の違いは経済だ。モスクワでは殺しに手っ取り早い工場製の弾薬を中心に生活が回った。こっちでは緑のやつが全てだ。メトロの住民が放射線病を発症して早死にせずにいられる唯一の手段だからな。私からすれば大差はないが、しかしほんの一年前まではこの空っぽの駅に人々が溢れ、新年を祝っていただなんてな。それが最後の年になるとも知らずに。それでもその頃の話をすると、キリルは目に見えて生き生きとする。間違いない。ささやかな幸せと希望はこんな地獄にだって存在する。はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ今回もメトロエクソダスの追加ストーリー、2人の大佐、続きやってきます。ちょっと将軍さんとお茶してたんだけど、さあキリルのところに戻ろう。でちょっとロード画面中のミラーのお話を聞く限り、最後のね年になったって言ってるから、まあこれからどうなるかはまあご察しの通り、何かしら起きて全滅しちゃうんでしょうな、ここら辺の人は。こんなににぎわってんのにね。どうも大佐、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。この酔っ払い、なんてざまだい、この豚。ちょっと散策していこう。わかった。祝ってるとこなんです。一緒にどうです？悪いが家に帰るよ。良いお年を。ありがとうございます、大佐。キリルによろしく。では、良いお年を、大佐。そう、大佐だもんね。慕われてんな。良いお年を、大佐。はいはい。お前もな、ミーシャ。なあ。いつかは外に出るんだ、そうだろう。モグラじゃあるまいし、地面の下に石を。せめてハムくらいいいだろう。おおおおおおお。キリル？ここで待ち伏せされるとは思わなかったでしょ。素晴らしい偽装だ、一等兵。さて、現状報告はどうした？お祝い準備を手伝う任務は間もなく完了。残るは電球一つであり。休め、一等兵。手伝おう。ハッピーニューイヤー、父さん。間に合うなんて。僕の誕生日にも、ママの命日にも遅れたから。いいか、キリル。父さんは他のみんなが悲しい日を迎えることがないよう頑張ってたんだ。分かってる。いい子だ。さあ、つけよう。任務完了。よくやった、一等兵。ペトロビッチと一緒に直したんだ。ああ、ありがとう。ペトロビッチについてだが、当局のお祝いの行事が終わり次第、各員顔を洗った上でペトロビッチ宅に向かうように。なお、礼装を着用すること。やった、
ペトロビッチの家に顔を洗って冷蔵で集合。了解です。すごい綺麗だ。ああ、静かに。親愛なるフラースニプロスペクト市民、そして来訪者諸君、2034年が間もなく終わる。楽な年ではなかった。だが困難を通し、我々の団結はより堅固になった。このトンネルで幸せに暮らすという皆が抱く理想に向かって、誰もが新年を心待ちにし、いい年になるよう願っている。そしてそれは全員の努力を結集することで必ず実現する。オスコム首脳部を代表し、諸君の働きに感謝する。いい年を迎えてくれたまえ。カウントダウンスタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ハッピーニューイヤー。ん？収集したものをな。あった、助かったぞ一等兵。市民の皆さん、落ち着いてください。放射線防護剤の備蓄がある場合は速やかに当局に提出してください。団結し、市全体の広域を確保することは我々市民が果たすべき義務です。むしろ将軍閣下、よろしいですか。予算化すれば冗談を言う気分じゃない。シビルスカヤへは言ったよ。これが入手した分だ。多くはない。まずいな。我々は汚染区域のど真ん中から500キロは進まねばならん。あぶられながらな、お前の部下が大量の地図を手に入れてきたが、安全地帯はどこにもなかった。バイカル湖に望みをかけていたが。難しいだろうな。記録保管庫は荒らされていた。放射線はフィルターで何とかできる。チリさえ防げれば。フィルターか。客車はどれも高レベルの放射線を放っている。緑のやつがないと無理だ。それに子供だっている。大人よりも量が必要なのはお前だって知っているだろう。分かってる。数は一斉に脱出させる分はない。中核となる人員を第一陣として、安全な車両を確保した後に全員を運び出す。それはつまり市民を選別するということか。優先して救うべきものと、その価値がないもの。お前だって分かっているはずだ。何を差し置いてもまず子供たちを守る。議論の余地はない。まさかお前がそんなことを言うとはな。キリルのことを考えろ。私だってあの子のことを考えた。お前たちは最初の列車で行くんだ。私の行為を無駄にするな。全て忘れて少し休め。プロスペクトのことはお前の部下に任せておけ。ああ、はあ、もう一服したいな。どうだ、付き合ってやりますか。お前が良ければなら付き合え。こうやってタバコを吸うのも久しぶりだな。お前も知っている通り、汚染された駅には厄介な連中が溢れている。体制を潰せだの、新たな暮らしを始めようだのとほざく奴らだ。そいつらが動いてくるな。その通り。
緑のやつがそこをついたことが知れ渡ればすぐに撤退の噂が広まる。きっとそうなる。だろうな。それも誇張されたデマが。首脳部がいち早く逃げ出して市民を見捨てる。奴らはその機を逃さない。ああ、すべてお見通しだな。我々はできる限り秩序を守る。反乱が起きないことを神に祈るばかりだ。だが神は常に備えあるものを選ぶ。武器の準備を怠るなすらば荒れるぞ。ああ、ひどいことになるだろうな。私たちに選択肢はない。救えるものを救うか、混乱に陥り全滅するかだ。だから打たざるを得ない時は生きる屍との戦いだと思え。ボートは皆自分の墓穴に他人を引きずり込む屍だと。冷酷だな。だがそれが現実だ。そうならないよう願うしかない。部下たちは覚悟しているか。覚悟のない者は塔の昔に消えている。他の部隊はどうだ。よくわからない者もいる。目立たぬように解散と武装解除を進めるつもりだ。火に油を注ぐことにならないといいが。他にどうしろと。どちらにせよリスクはある。そうだな。どうも疲れたな。そろそろ失礼するよ。ああ、今のうちに休んでおけ。あまり長くは休めないかもしれんが、すらば気をつけろよ。そっちもな。半年経過。いよいよその緑のやつが突きかかってて、汚染度が高すぎる。まるでダメだ。移動しないといけないみたいなんだけど、緑のやつがね、尽きてるということが人民にバレたらね、もうミュータントとの戦いというよりもまたボートとの戦いが起きてしまうかもしれないっていうところね。で、なんて言われたの？ああ、こちらが苦しい状況にあることは理解していて、その貢献と協力には感謝してるって。ということはひょっとしてモンスターによってここが滅ぼされたんじゃなくて、人同士の争いで滅びたのかな。大佐、状況はどうだ。軍曹、みんな苛立っています。冷静に対処するんだ。決して挑発に乗らないように。イエスサー。荒れてるね。なんて言った。大佐、彼らに命令を出してください。を始めるよう言ってください。もう待てません。進言してよろしいでしょうか。構わん。過剰備蓄の通報がありました。対処したいのですが、ドアを開けないんです。うん、なるほどな。新年のことを思い出した。ここで。こちらです。こちらでどうぞ。ペトロビッチ、私だ。スラバ、感謝する。ついてこい。ミハイル・ペトロビッチ、我々がここに来た理由は分かっているな。過剰備蓄を渡すんだ。出ないと困ったことになるぞ。できません。できないのはご存知でしょう。孫娘のためだ。自分の配給分から取っておいたもんだ。諦めろ。通報があったんだ。対応しないわけにはいかない。捜索を始めろ。あそこだ。あんまりだ。必死に切り詰めて貯めてきたってのに。まっとうに貯めたんです。分かっている。だが規則は規則だ。発見しました。過剰備蓄です。ただそれほどでも。孫娘は病気なんだ。必要なんだ。何が孫娘だ。どうせ売りさばくつもりだったんだろう。ただ言ってやってください。本当だってご存知でしょう。他にも隠しているはずです。探しましょう。ノルマを達成しないと。ハートのマーク。もうよせ。余分なものだけを押収しろ。ですが、すべて報告しなければなりません。司令部には捜索中止は私の決断だと報告しろ。イエスサー。は
すみません。選択肢はなかったでしょうに。感謝します。少しでも残してくれて。こちらこそすまない。協力に感謝する。誰にも選択肢はないんだ。邪魔をしたな。ありがとうございます。ああ、気にするな。いい加減にしろ。まあ、片方の選択も気になったけど、過剰備蓄って言ってもね、ちゃんと配給されてる部分をね、保存しておいたってだけなのに、募集しちゃうのか。2035年、手続きはしばしお待ちを。軍曹、手続きは前に済ませました。あの男は行かせてもらえませんか。分かっている。だがすでにプラットフォームには新しい連中が大勢待ってる。そいつらを案内するまで。見た。ああ、おかしくなっちまったな。汚染のひどい液化車両基地から来たんだろう。ここに緑のやつが山ほどあると思ってんだろ、バカな。もうバレてんじゃないかな、緑のやつが尽きてるって。大佐、お戻りになったんですね。申し訳ありません。難民が増え続けているんです。汚染された液がひどいようで。難民か。しばらくはここに留めて徐々に通過させるそうです。なるほど、ありがとう軍曹。難民も押し寄せてきて緑のやつも尽きてるなんてことがバレたら、もうね、もう戦争だよ、もう戦争だよ。オスコムだ、ドアを開けろ。やあ一等兵、今日は大変な一日だった。どうした。よし、一等兵、報告を。もう、嫌なんだ。嫌とは何が。一等兵でいること、もうオスコムなんか嫌なんだ。なるほどな、詳しく話してくれないか。シビルスカヤで兵士が緑のやつをみんなから巻き上げてた。ある商人が渋ったら兵士が怒鳴り始めて、その人を殴りつけて全部奪ったんだ。それは許せんな。明日一番にそいつらの名前を調べよう。オスコムはみんなを守るはずが緑のやつを奪ってる。どうしてなの。それはな、難しい話なんだ。緑のやつが足りなくなった。だからたくさんある人からもらって足りない人に配ろうとしてるんだ。でないと金持ちが溜め込むばかりで貧しい人たちが死んでしまう。それは良くないだろ。それは確かにその通りだね。ああ、もちろん取られた人は喜びはしない。だが他に方法はないんだ。もし自分が緑のやつを取られたらいい気分はしないよ。だけど分かったよ。よし、だがその兵士たちは間違ってる。必ず罰を与えて謝罪に行かせるからな。うん、そしてちゃんと謝らせて。よし、緑のやつといえばそろそろ注射の時間だ。腕を出せ。はい。よし、
キリル、こちらミラー、聞こえるか？どうぞ。聞こえます、大佐。ノイズが入ってます。どうぞ。こちらもそのようだ。シビルスカヤに入るぞ。うん、最後の戦いが起こったのはここか？どうぞ。はい、父さんから聞いた話だけど、ボートが最後に襲撃を仕掛ける直前に話をしたんだ。ボートが迫ってきている。休んでる暇はない。ボートって、父さん、僕たちオスコムが人々を守ってるならどうして嘘をつくの？大きくなったな、一等兵。私にもわからない。だから大人の話をしよう。本当のことを言うべきか、もちろんそうだ。だが人生はそう単純じゃない。敵に情報が漏れればそれだけ危険が増える。信頼できるものは誰なのか慎重に見定めなくてはならない。司令部は全体を見て判断を下す。その判断が時に辛いものでも必要なことなんだ。司令部はみんなのことを考える。一方で市民は自分のことしか考えない。だからこそみんなが怖がるような真実は伏せておかねばならない。みんなのためなんだ。わかるか？うん、だけどそれでも、それは怖い考え方だよ。人生には怖いことがたくさんある。だがお前は立派に育った。強く勇敢に。お前ならちゃんと向き合える。さあ時間だ。帰ったら家から出るな。私が戻るまで誰も入れないように。これは命令だ。了解です、大佐。軍曹、送ってやってくれ。イエスサー。行こう、キリル。うん、頑張ってきてね。気をつけろよ。あ、そっか、自分が帰るまで誰も入れるなよっていう言いつけを守ってるんだ、キリルは。本編で、で結局ボートが来ちゃいましたと。じゃあこれで大佐は命を落とすのかな。作業台がある。じゃあとりあえず今回ここまでにして、じゃあ次回ここから先に進んでボートとの戦争でしょう。はい、じゃあここから次回やっていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。